家庭教師をやっているのは仮の姿。本当は私優しい。優しい。しい <laughs> お医者様なのよ。ここトレイシー愛の診察室では、あなたのお悩み、全部私が解消しちゃうわ。私に身を任せてちょうだいね。<laughs> ああ<ー>というわけで次の方どうぞ。 どうなさいましたええー、あのおとといから喉が痛くて風邪ひいたみたいなんですまあそれは大変一刻も早くお注射しちゃうわでも今日はダメそんなに簡単にオッケーするような軽い女じゃないの風邪をひいてから医者に頼るんじゃなくて今度風邪をひく前に会いに来てね私木曜日夕方からラストまではい次の方どうぞ。 あらまだ子供じゃないのうんでもいいわ愛に年の差は関係ないドッジボールで突き指してそんなことじゃダメよもっと強い男になりなさいうん今はいいのそれででも私強い男に惹かれるのよねだからといって強いだけじゃダメなの。 レッスンワン、強い男。レッスンツー、可愛さ。レッスンツリー、まめさ。レッスンフォー、駆け引きのうまさ。レッスンファイブ。これが重要。優しい言葉。はい、今日のレッスンはこれでおしまい。一応、通風の検査をしておくから、尿を取ってきてちょうだい。じゃあ、さよならん。ん 仕事が終わった後は一人でいつもの店に飲みに行く夜風が肌にしみるわ人は私のこと強いよなと思っているけれど寂しい夜は温かい腕の中で甘えたい私が求める本当の愛はどこにあるのかしらというわけで一夜明けたら今日もハッスルマッスルよ現場は危険がいっぱいだからこれらの標語は毎日確認ねんねレッスン1恋は整理整頓してレッスン2今日も一日ご安全にレッスン3日に一度パンを欠かさぬ母の愛。 あるときはお手入れ完璧水泳指導員あるときはみだらなスチュワーゼスあるときは宅配便出しにしか客の来ない閑散としたスーパーの店員そしてあるときは可愛い子どもたちの憧れの的トレイシー先生。 先生この問題難しくて解けませんマイキーこのくらいの問題すぐに投げ出してはダメよ耐えなさいそして自分の道を切り開きなさいあなたの愛の旅は今始まったばかりなのだからそれより先生また面白い折り紙の作り方教えてよまたそうやって現実から逃げようとするそんなことでは立派な男にはなれないわよマイキーすいません先生それよりマイキー先生といいことしないえー、あ